こんにちは、ブルーホースです。本日もねバイオハザード4やっていきましょうか。今回ねちょっとねおまけパートになります。ただただ射的で遊ぶっていうだけなんですけどね久々だな射的な。まあなんかとりあえずボトルキャップ、あそうだしまったな、ボトルキャップを見せるっていうシーンをちょっと想定してなかったな。どうしようかな。まあなんか忘れてなかったらどっかで見せますわ。ということでね、早速、僕早打ち系ですね。で、マシンピストル、これでね、弾があった方がね、いいんでね。ただな、これストックがあったらもっとね、狙い撃ちしやすいんだけどね。まあ、最初これ A とかしかできないんですけど、あー、ちょっとブレるね。やりにくいな。若干ブレる。とりあえず頭さえ撃ち抜いとけばなんとかなるっしょっていうノリでね、やっていきましょうか。はい。そうそう、まあ今回ね、まあ、ちょっと雑談をねしようかなとかって、まあいつも雑談しかしてないんだけどねなんかこの間ちょっとショッキングな、なんか あマジかサラザールをぶち抜けなかった。そうそう、なんか、まあ、ショッキングっていうほどでもないけど、なんかね、いつもさ、その喋ってる時に結構攻撃的な口調だとかさ、攻撃的な話をしますよねみたいなことを人から言われてですね、なんでそんな、なんかこうちょっとそんな攻撃的な喋り方するのとかって言われたんですけど、これも癖なんですよね。僕基本人のことあんま信用してないし、裏切るもんだって思って生きてるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、いじめられた経験があるからなんですよね。で、自分がいじめられっ子だったっていう経験から、やっぱりその人っていつこう目の前にいる人間とかっていうのをこうなんかね、どういう対応してくるかとかっていうのが、まあ、まあ正直読めないっていうところがあるんで、だから要は信用しないと、まあ、もちろんその全く信用しないってわけじゃないですよ。全く信用しないわけじゃないけど、まあいつ何時裏切られたとしても、まあ対処できるようにっていう、そういう心構えとか準備とかっていうのはしておくべきかなと思ってて、結局ね結論言うと僕が信用してるのってもう嫁さんだけです、嫁さんだけ、本当に嫁さんだけはね、愛想つかされる可能性は正直あるけど、何があっても僕のことを裏切ることはないだろうなっていうね、本当にね心の底から信頼しているっていうのはある。それはね揺るがないかな。本当だって学生の頃から僕結構ねわがまま振り回したんですよ。自分がセミナーやりますってなった時にセミナーの司会をやってくれたりとか、まあセミナー絡みですけど、自分のセミナーああじゃない、自分がセミナー受けてみて、このセミナー良かったから受けてよって言ったら、自腹切って受けてくれたりとか、だから僕がもうバスケやってて、ね、普通だったらさ、なんか別のさ、女子高生でさ、全然恋愛対象とか何でもないけどさ、全然、なんだけど、でもやっぱりさ、別の女の子たちをさ、なんか指導してる姿とかさ、見せてさ、なんか、ちょっと嫌じゃんし、ジラシー湧くじゃん。そんなのもなく、なんか一生懸命やってて、すごいよね、みたいな、こう、試合会場にわざわざさ、休みの日なんでさ、足運んでさ、で、試合見てさ、お疲れとかってさ、差し入れくれたりとかしてるわけじゃん。まあ、お付き合いしてる頃からね。で、まあ僕が何やろうが、まあまあちょっと、一人でこう、なんか突っ走るっていうところは若干心配に思うところはあるけど、でもまあ何を やろうにも一生懸命ついていきますみたいなねことを言ってくれたりとかって、やっぱりね嫁さんだけは僕何があってもなんか信じきれる気がするし、嫁さんのことだけは本当に信用してる、嫁さんくらいマジで、まあ、嫁さんと、まあ、強いて言うなら僕の両親っていうところかな。特にお母さんね、特にお母さん、お母さんは本当無償の愛をね僕にずっとくれ、まあ、僕というかまあ兄弟みんなにくれたかな。だってさ、僕がさ学生の頃、高校生の頃、毎朝ね5時半、毎朝ね、その 5時に起きて、で5時過ぎ5時半くらいにはもう家を出て、6時過ぎ到着、学校に到着してっていうのを朝練で毎日繰り返してたんですよ。っていうくらいなんですけど、ってなったらお母さんはそのなんて言ったらいいんだろう、朝ごはんを作るので4時半くらいに起きてたんですよ。でお弁当も作って朝ごはんも作ってっていう感じだったから、
ね、それをさ週4日よやってくれた点数ヒック週4日やってくれてたわけですわ。そりゃあ、うん、よかった、びっくりした、今一瞬ちょっと間違ったのかと、もう一回ちょっと、あ、え、あれ A こんなんだったっけ、スタート、違うな、 D だ、そう、っていうのをね、やっぱやってくれてたし、で、まあ僕も含め弟とかも塾の送り迎えとかっていうのが、まあ夜の10時とかになってもちゃんとやってくれたりとかね、送ったり、あの迎えに行ってくれたりとかっていう、そういうところなんですよね。だからどういうふうに自分に接してくれてるかなんですよ。本来はそのどう接してくれてるかって、その受け身にならずに自分がどう接するかっていう視点で、やっぱ人と関わらなきゃいけないっていう気持ちはあるものの、やっぱり人からそう接してもらってるからこそ、なんか自分は相手に対してもそういう気持ちでいようっていうふうに思えるしね、うん、まあ、結局人間関係ってそういうところなんだなと思いますよ。だから僕はいじめられた経験があって、人からまあ暴力を受けたりとか、仲間外れ食らったりとか、物を壊されたりなくされたりとかっていう経験があるから、やっぱりなかなかね、人を信じきれないですよ。人ってだって、ちょっとしたその空気感とかで誰をいじめるとか誰をいじめないとかっていうのって、なんかもう本当自己中でそういうの決まっていくんですよね。ってなった時に、うん、まあ僕は残念ながら、まあ人は裏、あくそ、ちょっと抜くのはちょっと、そう、人はね、そういうもんだみたいなね、ところがあるんで、いやーマジでね、まあ攻撃的な性格になったのは、常に誰かに攻撃をし続けていないと、まあ、いつかやられちゃうかもしれないっていうね、焦燥感があるからっていうのがあるんですよね。だから攻撃は最大の防御とかっていう言葉あるじゃないですか。あれをね、あっち、実際の、あ、もういい、アシュリ多すぎへん、え、こんなアシュリ多いの、え、そりゃそうなるわいな待って、アシュリこんなにいるの、え、きっつそう、なもう僕はもう悪いですけど、性格かなり歪んでますよ、うん、歪んだ性格でね、ネジレジャーじゃないけど歪んでですよ、本当に。そんな感じだよね。でも逆にね、嫁さんのことを信用しちゃってるからこその、ちょっと甘えっていうのもぶっちゃけあって、これ何かっていうと、やっぱね、ついついね、嫁さんに対してはちょっと直接攻撃的な、なんだろうな、その普通のどうでもいいと思ってるやつらに関してはもうね、僕あんまりね、そのなんか本音言わないんですよ、うん、まあそれは誰もがそうかもしれないけど、でも本音が言える嫁さんだからこそ、ちょっと自分がね、嫌だなって思うこととか、不快だなって思うことがあったら、もうなんかなんかスッと言っちゃうみたいな、ね、そんな感じになるんですよね。だからそこがまあちょっと甘えちゃってるんで、まあよろしくないかなっていうのは正直あるんですけどね。まあ、逆に言うと、その嫁さんもね、僕に対して言いたいことがまだそうじゃない関係性の人たちと比べて言えてるのかなと勝手に思ってるんですよ。そうじゃなかったとしたらね、もう僕ね、いつ見下り犯突きつけられて、あなたとやってきませんわって言われて終わっちゃうかなっていうドキドキ感は残ってるんだけど、はい、もうちょっと無理です。これ18個ってことはまだあれだよね、ボトル4列に揃ったってこと、これ D クリアしたってことだね。どうしよっかな。いや、ちょっと狙い撃ち系に変えてみるか。ハンドガンでどこまでできるかだね。うん。ってことはこれ A、B、C 列がまだ、じゃあ1列目、2列目、3列目か。まだ揃ってないから A、B、C がまだってことだよね。ってことはこれ、あ、ハンドガンの方がなんかやりにくい。ハンドガンの方がやりにくいぞ、これ。あれ？ A で出てきたぞ、アシュリー。どうなってる？よくわかんない。これ、案外、あれかな？ライフルで撃った方が確実だったりして。あ、ちょっと待って、やっちまった。サラザールやっちまった。うん、あっち、あっち、
OK。 まあそんな感じですね。逆に言うとさ、人間の脳でそのお付き合いすることができる人間の数って150人分くらいとかってなんか決まってるらしいんですよ。だからそれ以上の数増えたところで、それもその全員が親友とかってわけじゃなくて、親友なんて片手もいなくてもいいみたいなこと言われますから、もう僕はもうそれでいいんですよ。嫁さんとね、娘とね、がいれば僕はもう幸せを感じることができるんで、はい。ちょっとごめんなさい、一瞬カットが入ったんですけど、はい、うまく撮れてなかったみたいで、気づいたら全部ちょっと撮れてたんで、ちょっとすいません、なんか録画がうまくいってなかったみたいですね、失礼しました。はい、ということで、まあ全部コレクション揃えることができたっぽいんで、一旦ね、ここ本パートはね、ちょっと雑談ばっかりで申し訳なかったですけど、ここら辺で終了とさせていただきたいと思います。ということでね、本日も最後までどうもご視聴いただきましてありがとうございました。また次回パートでね、お会いできたらと思います。次回ね、クラウザーぶちのめしますよ。クラウザーをちょっとまだやったことがないんですけど、ナイフだけでぶちのめしてやろうかなと思ってるんで、こうご期待と。ただ、多分下ります。やったことないんで。はい。ということでね、本パート以上とさせていただきます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。Welcome. Got some rare things on sale.